ワールドシリーズ、ヤンキース、ドジャース、第3戦、28日、日本時間29日、ヤンキースタジアム、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手、35、が、3試合連発となる先制ツーランを放った。1回1、1塁、カウント1、2からヤンキース先発シュミットのカットボールを右翼席へ運び、左肩のアダッきを抱える一走。 大谷をゆっくりとホームへ返す3試合連続のアーチとなった大谷は症状悪化を防ぐため左手でユニフォームの胸元を掴んだまま走塁に臨んでいたフリーマンは第1戦の9回にサヨナラ逆転満塁弾を放ち第2戦でも本塁打を打っていた X ではフリーマン MVP がトレンド入りもう MVP 大谷が走らずに進んだありがとうフリーマンなどの投稿が相次いだ